かなくなったんです、はい、でそれはどうなんですかね、まあ、他のメンバーと言われる方法の比較的、はい、上下関係が緩いんじゃないですか。緩い、平凡校だからちょっとありそうな感じしますけどね。柳さんの表情がえそうかなみたいな顔されてましたけど、いやもうお二人から見ると、その松坂さんが今年ドラゴンズに入団するそうで決まったとき、後輩のお二人はどんな気持ちだったのかなと思って。いや正直本当に夢のような話で想像できなかったですね。ああ、それも来られた時にはもう真っ先にご挨拶聞いたんですよ。ちょっと挨拶、名古屋球場のトレーニングでご挨拶行ったんですけど、はいはい、ちょっとタイミング悪くて、ちょうどバイクの上だったんで、汗だくの中挨拶してもらって、汗だくの中挨拶、汗だく挨拶ちょっとどうですか。もう少し後でもよかったですよね。
ょっと予定があって。いや、行かれてない。いや、本当にどういうつもりなんすか。いや、たまたま用事があって。そっちの用事断んなさいよ。いやいや、あの同級生の工藤さんに、工藤コーチに、はい、ちょうど誘われてて、どうしようかなと思った。それ迷いますね。でも僕はどんな用事があっても松坂さんを優先して。何も喋れないんですよ、2人。
や、そんなことないですよ。挨拶しますよ。いや、そんなことない。挨拶してからの話。ちょっと厳しい。どうぞ続けてください。はい、来年も